making a lace with two fibers, one red, one silver. 最初にこれを作り始めたのが、2つのファイバー、いわゆるその糸みたいな感じのやつですね。それが赤とシルバーですね。とレースを使っての最初に仕上げていきます。はい、to signify the two cities intertwined, past and future. そしてその意味はですね、両市の過去と未来。というふうな意味ですね。The rose I created from steel. そこにありますローズ、これ鉄から作ったものでございますけど、これは And hundreds of hours of hammering and shaking. 何百回もですね、これハンマーで打って、叩き上げたものでございます。The rose signifies the city of Pasadena. はい、もちろんこのバラはですね、パサディナ市を象徴と表すものでございます。The poem I wrote and have translated into Japanese. そこに、今詩が書いてございますけれども、それが日本語に訳していただいたものがそこに書いてあるということでございます。My original poem read, "Sisters, two hearts far apart, beat as one." これは今、そこには日本語ではですね、姉と妹、離れていても心は一つ。はい、というふうに、そう思っております。お二人の師匠、ちょっと前へ。これとは別にですね、今回のために2つの作品を、両師匠のために作ってまいりました。両師の師匠へのお名前ということでございます。この記念すべき式典のためにということです。